三門皇人道赤紐頭寺は、大阪府堺市北区にある新御州犬鳴き派の寺院。三号は、新、立山。奈良時代、天平元年に、行記による解散と伝えられている。行記階層を明らかにする資料はないが、高林家文書の天正11年の、国益五面の上に、この寺の木、尾が、 東東両府下有素略工場とあり、別格の寺院としての扱いを受けていたとある。新言州大閣寺の末寺として、また、隣接するモズ、ヤワタグの神宮寺であり、奥の院と呼ばれていた。古くより、モズ、ヤワタグとは、関係が深い。南北朝時代には七道河欄を有し、足利高氏が当時を祈願書とした。天正十二年、橋場秀吉と根頃寺。 最下州による合戦によって、建物や古希書類に至るまで、ことごとく消失した。その後、官永元年に行春によって再興された。当時の境内は645坪あり、本堂、栗、廊下、両者、表門、裏門があった。また、境内の外には、観音堂もあった。明治時代の神仏分離の際、モズ、ヤワタグの神宮寺、モズ寺は残ったが、 同じく神宮寺であった従落院は廃寺とされた。モズ、ヤワタの官主と事故子が、境内にあるモズ寺の主労堂と本寺堂を処分し、社殿修復費に充てるよう境契約書へ1868年、願い出るが、モズ寺より、社地借り受け料として、米1.5国を毎年支払うことで解決した。ありがとうございます。